それでは皆さんの方からいくつかすでに質問が来ていますので、それを少し孫子の方で整理してください。そして私たちの方に質問を振り分けてください。はい、では私西山先生のところで勉強しております孫子と言います。お三方に質問を振り分けさせていただきます。そうです。まず西山先生に2つまず、質問をお伝えした上でそれぞれお答えいただき、一つ一つでいきますか。はい。ではまず一つ。わかりました。では二つ先に申し上げさせていただきます。一点目ですけれども、講演が出てきました。そこでプルリンガリズムが出てきましたが、最初に唱えたのは、欧州評議会なんですかというところ、記述確認ですかね。それが一点目の質問としてありました。またそれと関連して、セファールでプルリンガリズムを明確に定義したのはコストではないか。で、あと、そのコストがなんでそのように考えたのかというのを、お聞きになったことはありますかというのが、質問と従っておりますが、どうでしょうか。はい。まず、講演の件ですけれども、これは、私がこの講演の本を読んで、そしてそこで見つけたのではなくて、また、欧州評議会の、セファールなりがですね、起源最初に使ったのは講演であるというようなことを言ってるんでもなくて、フランス語の辞書にですね、この講演、大きな辞書に、このプルリランギュイスムというのが、いつからで使われているのかというのを、講演としていると。で、言語教育学の辞書でもやっぱそのように書いてあって、それで、私は講演の本を読んでみたわけなんですけども、ですので、これは、辞書とかですね、辞書などの参照、もしかするとまださらにこれに先立つ用例が全くないと私ちょっと断言はできません。で、その次 その同じようにプルリランギュイスムと用語の問題について、コスト、ダニエル・コストというのはセファールの著者の一人ですけども、コストが何か言っていな、どのように使っていたかと、その点の言及ですけれども、このプルリラングという複言語、あるいは多言語という用語が、その言語教育学の中で、現れてきたのは80年代の半ばだと思うんですね。そしてそれは、コストなどが、国際研究集会を行って、その時にその学校の中の多言語使用というものを、テーマとして、そしてまた複数言ですから複数言語の教育学があるのか、あるいはその言語教育学そのものが複数なのか、そのような問題をですね、論じたところで言語教育の中に現れてきたんだと思います。ただ、それは、このセフアールの中には直接は取り入れられてないんですね。で、ただし、その時代、つまり80年代ですけれども、これはこのプルリラングという用語は、フランス外務省なども使っていたんですけれども、ただしそこではこのマルチリンガルっていうのと、同じような意味でですね、使っていて、いました。で、また、この欧州評議会の中でも、このセフアールの最終版では、このプルリラングっていうのとミルティラングっていうのが分けて異なるものとして定義されていますけれども、そのパイロット研究の中では95年ぐらいに出たんだと思いましたけれども、その中ではどちらとも同じような意味というか、必ずしも最終的にプルリラングが個人の能力で、マルチラングというものが社会などの社会などでの複数言語の共存だというような意味では使ってないんですね。ですので、90年代の半ばでもまだ完全にその用語は、定義が揺れていたというのが事実だと思います。ありがとうございました。もし追加でご質問したい方がおられましたら、まずチャットの方にコメントを入れていただきますと、後でこちらの方で割り振りをさせていただきます。時間も押しておりますので、続いて西島先生にお尋ねが、何点か来ておりますので、先に、こちらで全て4点、申し上げさせていただきます。1点目ですね。
マウロの話で、ボレ、ダオスタシュ、ちょっとすみません、見方がわかる。週では、プルリンガリズムの3つの意味の全てがあると考えているかという質問が1点目上がっています。そして2点目として、まあ、イタリアで民主主義の中から複言語主義が出てきたということに対し反動として、政党北部同盟に見られる異なる言語を持つ教員は、そういった動きを認めないという主張が出てきていますが、こういった反対意見というのはどんな風に、扱われているのかというのが2点目。そして、3点目、ちょっと視点が変わりまして、マウロの識字者は、フレンツ方言で読み書きができるという説明でしたかというのが、上がっておりますし、スイスの話を加えてしてくださってますが、要点はそこかと思います。そして、一番最後に、最後に挙げられた実践の話があったと思いますが、現在でいうところの多言語教育とどのような点で異なるのかっていうのを、再度整理していただきたいというのと、あともう一点、意識化させるという言葉が最後の方に、スライド15で出てきたと思いますが、どのような点から意識化させ、どのような点で意識化させて、意識化させていると言えるのはどのような点なのかというのを加えてご説明いただけるとありがたいという、4点をいただいております。はい。それではまず、バレナオスターの件に関しては、これはまさに先ほど申し上げた西アルプス地方の、状況と言えます。で、3つの要素、復元語、まあ、プロリングイズモの3つの要素があるのかという点ですが、まず1つ目、言語の、まあ、多言語、その領域に言語が複数存在するという意味での、多言語状態はその意味がありますし、また、その言語政策によって、その多言語状態が守られてきたというものもそこにありました。それからもう一つ、能力としての、プルリングイズムを考えますと、そこに住まう人々というのは、常にそういった言語に触れていることになりますので、やはり、この3つ、能力も含めて、全てある意味実現している状況であったのではないかと思います。で、マウロもそれを考え、その、地域というのに着目したのだと考えます。それから二つ目の質問の北部同盟ですが、これはイタリアのことをよくご存じない方は何だろうと思われると思うんですが、イタリアの一つの政党で、北部だけを独立させる、つまりイタリアを分断することを、目指す政党です。そう考えますと、極右の考え方を持っていますので、言語も単一にしようというのは、発想としては、出てくるのかなと思いますが、私自身、その、政党が、そういった言語の政策を考えているとは知らなかったので、もう少し私自身も、調べてみたいというところです。今後それがどのように発展していくのかは、そのイタリアの政治の動きにもよるのかもしれませんが、その、欧州評議会の言語教育政策とも踏まえて、やっぱりせめぎ合いがあるのではないかと思います。それから続いて、識字率というのはフィレンツェ方言ですかという質問ですが、そもそもイタリア語はフィレンツェ語です。で、ただ厳密に言いますと、フィレンツェで話されていた語を整備してできた言語ですので、純粋にフィレンツェ語とは言えませんし、今ではもう皆さんイタリア語というふうに認識しています。それの、識字率になります。もう一つの質問で、教育、その、言語、イタリアの教育ではどの言語を使っていたのかというのもありましたが、そのフィレンツェ、元々のそのフィレンツェ語、今で言うイタリア語を第一言語として、学校教育で導入されていました。統一以降からですね。それから、もう一つが、多言語教育でしょうか。多言語教育と、その、私が、今日提示した実践、教育、実践は何が違うだろうかという点ですが、デマウロが目指した言語教育というのは、そのいろんな言語を話すという意味ではなくて、その、それぞれが持っている、言語に気づく、それが、多様、
社会には多様な言語が存在して、それぞれその能力を持っていることを認識し、それお互いに認め、自身の言語を認め、そこから、まあ、イタリア語も、あるいは方言、他の方言も獲得していくというようなことを目指しています。ですので、まあ、今一般的に考えられている多言語教育とは少し違う。先ほどの教育実践も、まあ、そういう、言語を学ぶためではなく、気づきですね、言語の目覚めというような教育も今ありますが、それに近いと考えています。以上です。ありがとうございます。あ、ちょっとじゃあ付け加えていいですか。今の西島さんの、まあ、質問にちょっと付け加えてたいんですけども、まあ、今日は3人がそれぞれ、まあ、復元語主義というか復元語教育とかについて、まあ、話したんですけども、この復元語教育っていった時には、まあ、復元語主義でもいいですけども、二つの側面があるということなんですね。つまり、内的、私は内的復元語主義というのと、外的復元語主義というのがあって、内的復元語主義というのはすでに、まあ、和者が複数の言語を持っていて、それをこう教育の中でどのように承認していくのかという問題に関わります。ですから、特に移民の子供とかですよね。それに対して、まあ、学校教育の中で学習を通じてこう獲得する方、だから今日の場合で言うと大木先生が話したような問題というのは、まあ、私は外的復元語主義だというふうにこう考えるんですね。ですので、ただ日本の文脈では比較的こう外的復元語主義というものは語られることが多い。つまり学校教育の中で英語だけではなくて複数の言語を学ぼうとか、ところがそれだけではなくて、実はその、まあ、子どもたち、まあ、学習者が学校以外でもすでに学校に来る前に身につけている言語、それを学校教育がどのように承認して励ますのかといったものも、こう、復元語主義といった考え方の中にある。それは今日西島さんが紹介した、話した、こう、イタリアの事例なんかというのはそれに当てはまるんだと思うんですね。はい、以上です。はい、ありがとうございます。そうですね。はい。今の西山先生の質問、とりあえずちょっとありますが、とりあえずはまず大木先生にせっかくですので、私の方からお尋ねしたい件が、一点あります。もしご存知ならばお教えいただけたらと思います。ミュートは大丈夫ですね。はい。このカラップの話で、文脈化が必要だけれどもしづらい、まあ、追加がしづらいということをご指摘されて、その上でブルームのタキソノミーを持ち出して上で、まあ、このようにしたら一つ文脈化や追加が可能ではないかということをご示唆いただいたと思います。他方でですね、教員としては、そんな文脈化だとか追加だとかっていう、そういうことじゃなくても、早く使えるものが欲しいっていう声も中にはあると思うんですね。なので、この機会になぜ、先生は使いづらいという点を強調されたから、その追加なり文脈化の必要性を論じてくださったと思いますが、なぜ文脈化や追加が必要なのか。また、まあ、逆にカラップがヨーロッパでは存在はしていますが、そういった文脈化や追加ということが行われていない現状があるのか。ちょっとその辺を、もしご存知ならば補足願いたいと思います。お願いいたします。はい、とてもいい質問ありがとうございます。私もなんか時間があれば、申し上げたいと思っていたことなんですけれども、おっしゃる通りですよね。あんな風に二次元構造で出てきて、どうやって組み合わせるのか。もうすでに組み合わせた出来合いのものがある方がいいんじゃないか。まあ誰でもそう思います。でも、誰かが組み合わせたものを作る。そしてそれを使って教える。ということですね。まあ、教育、第二外国語を教えている人、誰しもが教育に興味を持っているわけではありません。だから当然組み合わせることはできません。というので、それを中心になってやる人がいて、そして、この、例えば、フランス語の文法を教える場合は、こういう組み合わせでやるといいかもしれません。というふうな形で、今のカラップの参照枠にあるような形で、やっぱり示してあげるのが、それはいいと思うんですよね。だけども、今の形になると、余地がない、あのままにくっついていると。ということなんです。だから、たぶん、カンドリーの考えているのは、4つのアプローチをするときは、あれでいいけれども、他の復元語主義教育をしたいときは、どうするんだというところが、どうも、中に入っていない、頭の中に入ってない、
と私は思うんですね。本人は違うというか分かりませんけどね。あの4つのアプローチでもう十分なんだというか分かりませんけど、ね、多分ね、あのついでに申し上げたいと思うのは、あの今までね、ずっと伝統的な外国語教育やってこられた先生方、伝統的な方法ね、その先生方はやっぱりね、例えば講読の時間であったとしても、例えばフランス語を日本語に変える、でまた日本語をフランス語に変える、で、時々フランス語のと日本語の違うところとか触れてこられたと思うんですね。もうそれで十分です。あの180時間で何ができるんかっていったらそれぐらいしかできないんですね。とでも、あの例えば教科書を作る人は、あのちゃんとそういうような方針があって、今の参照枠で出てきたもののような方針があって、例えば囲み記事のでも作ってあげるといいんではないかと思うんですね。からもう一つ思っていたのは、あの私が今言ったようにですね、今までやっていた教育でいいんじゃん。で、まあ、そんなこと言うとですね、今のようにその機械翻訳でもう何でもできるのに、お前ら何言ってんだって多分言われると思うんですね。でも胸を張って、私が今日話したようなことで、要するに理論付けをする。あの、今までやってること何も変える必要ないんです。でも、こういう根拠があってこういうことをやってるんだ。ということが言えればいいだけの話なんですよね。だからその今までやってたことを少しは変える必要があると思うんです。大幅に変える必要は全然ない。と思うんですね。ということです。ありがとうございました。あの、励まされた気持ちになったっていうのが、あの、率直な感想としてあります。はい。他のお二方の先生にもご質問。あ、したいところですが、あの、大木先生、質問を、ちょっと待ってくださいね。はい。一点いただいておりますので、大木先生の質問を読み上げさせていただきます。大木先生のお話では、あの、英語教育以外で明示的知識を養成することに集中した方がいいという話で、高等教育機関、大学の外国語教育についての前提としてお話をくださったと思いますが、中等教育や成人教育についてはどのように考えておられるのか、というのを、あの、教え願いたいということです。お願いいたします。日本での英語教育以外の視点で、そうですね。あ、そうか、私ミュートになってんだ。実は、あんまりそのね、もうここでこういうこと言うと、とんでもないって頭叩かれると思うんですけれども、まずはですね、私の考えとしては、高校まではまず英語しっかりやりなさい。ね。で、今度は大学に入ってから他の外国語やりなさい。もうこんなこと言ったら絶対もう皆がソース感食らうと思うけれども、私はそういう、今はそう思うんです。余裕ができてから他の外国語、大学に入って、まあ、大学に入って、第二外国語、例えば、これを必修にする。だから、でも高校まではもう実用的な英語をしっかりやりなさい。今の時代はやっぱりそうだと思うんですね。昔のようにそんな悠長なこと言っておれないようになっていると私は思うんです。だから、高校までは英語しっかりやって、全時間を英語につぎ込んで、その代わり、大学ではもう英語はやらない。必修にしない。逆にそういうふうにした方がいいと思っている。今、大学に入ってから英語に力を入れてる。これおかしいですよ。世界のどこ見てもこんな国ないですよ。だから英語の先生が大きな顔してるでしょ。それっておかしい。その世界のどこの国であんなに英語って大学で言ってる。おかしいですよ、それはやっぱり。だから、まず高校までしっかりやっていく。ですね。で、そして今度は大学に入ったら、英語以外の外国を必修にする。というふうにすればいいと思うんですね。今のあんまり答えになってないと思うんですが、私の本音はそうです。一言付け加えさせてください。まあ、中等教育の問題ですと、この大木先生が、まあ、話した、まあ、明示的知識を、まあ、中心とした教育を行うということが、果たしてその中等教育でどうかということは、おそらくその学習者の認知的能力とこう関係する、深く関係するわけですよね。それで、まあ、これはヴィゴツキーとかも昔から言っていることですけども、概念を使った明示的知識によってこう言語を獲得するのはおよそ10歳ぐらいからだというふうにこう考えられるわけですね。ところが、まあ、今日本でもまあどこの国でも、じゃあ10歳の子どもっていうのはその概念的な理解によって言語を学ぶことができるのかって、それは子どもによって結構違うんじゃないかなと思いますよね。
で、その非常にこう、まあ、早熟な子はもっと早い時からこう概念、つまりまあ文法用語を使って言語を学ぶってことができるかもしれないですけども、その子どもによっては、まあ、もしかしたら中学生くらいになっても、まあ、発達、認知的発達の途中にあって十分こう文法的な理解が進んでいないっていうこともある。でこれ場合によると非常になんか変な話なんですけど、大学生になってもこの、まあ、認知文法的な知識というものが十分なくて、その概念によって言語を学ぶっていう習慣を持っていないっていうこともあることは私は聞いたことがあります。で実際まあそういうの見たこともあるので、ですから、もちろん中等教育で、まあ、中学高校とかです、生徒が十分にこう認知的段階発達を遂げていれば、まあ、概念的な理解によって言語を学ぶってこともできるんですけども、それはそのもし子ども学習者が十分なこう認知的な発達を遂げてない場合だったら他のやり方にやるを使って、あるいはそのもう国語教育とか、まあ、他の領域の教育によって認知的発達を促進するということが大切なんじゃないかなとも思います。あの今西山さんの話でその認知能力え入れた言いましたね、認知能力の話が出てきたので、あのついでに申し上げるとね、先ほどから今日私を取り上げた参照枠、え結構いろいろ出てくるのは論文書かれているのはその言語の目覚め教育への実証的な研究多いんですよね。ということは、あの言語の目覚め教育って一般的にはその、幼稚園児から、まあ、中学せいぜいそれぐらいのところまでだと思うんですよね。だから参照枠に書いてあることも結構認知能力が低いことが書いてあるのかなと思って、初めはその批判の一つの項目として挙げたんですよね。でも参照枠よく読んでみると必ずしもそうでもないんですよね。あの結構網羅的に書いて、結構認知能力の高いところまで書いてあります。とにかくそれは私は最終的に削ったんですよね。ただあのだからあれを全部使うわけじゃないから、西山さんの言う通りでそれはそれでいいんですけどね。あのただ私が今申し上げたか参照枠はちゃんとカバーしていますと、低いところから高いところまでカバーしていますということを言いた申し上げたかったんです。ありがとうございます。はい、大木先生の質問が続けてございますので、先に2点申し上げさせていただきます。一つコメントですね。はい、日本語英語教育が特殊だということが、コメントで上がっております。世界的には中等教育で複言語学習、複数言語学習が行われているということです。もう1点、こちらは質問ですね。機械翻訳の語学教育への影響に興味を持ちました。機械翻訳と人間による翻訳との間に重要な違いがあるような例を取り上げて授業で考察することに教育的意義があると考えられませんでしょうか、という。そうですよね。まさにまあそうなんですけれども、おっしゃる通りだと思うんですよね。ところが先ほどから何度も申し上げているように180時間でそのレベルのことができるかということなんですよね。多分それはできないだろうということなんですね。180時間できればいいですよ。でも多分できない。まあ英語だったらできると思うんですけれども、まあ日本の英語教育じゃダメかも。こんなこと言ったらまだ怒られない。はい。ということです。はい。はい。ありがとうございます。コメント、いくつか貴重なコメントをいただいておりますが、すみません。時間の都合上は割愛させていただきます。お寄せいただいた方々、どうもありがとうございました。最後にじゃあ。本日は皆様の土曜日のお天気の良い、まあ、なんか散歩したら気分が良さそうな日に、この皆さんパソコンの前にお座りいただきましてありがとうございます。今日のお話はまた後日ですね、京都大学の OCW の方から、まあ、配信される予定です。で皆さん最後コマーシャルですけども、最近こういう本を出したんですけれども、ぜひ今日のセフアールのお話の本ですので、よろしければぜひお買い求めください。本日は長い間長時間にわたりましてご参加ありがとうございます。またご意見などありましたらぜひメールなどでお寄せいただければありがたいと思います。では今日もありがとうございました。ありがとうございました。